はい、どうも、たこけんです。キャピー懐かしい懐かしくね懐かしいですね。懐かしくね、はい、どうも、たこけんです。キャピー最近、あの本家を見てねえや。誰でしたっけ？ガードマンかな。ガードマンです。じゃあ、今日もやっていきたいと思います。今日もまたまた質問コーナーなんですけど。質問コーナーなんですけど。また質問？はい。何？あの、ラケットにグリップってあるじゃないですか。それで。グリップって人の使うと結構太い細いあるじゃないですか。うん、人のラケットとかたまに持つと。はい、太い人と細い人の違いは何なんですかみたいな。手の大きさ？手の大きさなんですかね。一番は手の大きさじゃないか。ああ、でも手が大きい人はめっちゃ細いグリップ使ってないですか。え、手が大きい人は太いグリップ使ってないか。でもタコケンさん結構細くないですか、グリップ。細い時はありましたよ。あ、そうなんですか。はい、最初の時で細くしましたけど、はい、なんか細い方がちょっとラケット持ってきましたね、はい、まあ、これ持ってきたんですけど、はい、まあ、これ多分ちょっと細めのグリップだと思うんですが、はい、細いとこうしたときに、まあ言ったら結構こう余裕がありますね。余裕がある分グッて握らないといけないと思うんで、はい、その時点で結構毎回こう細い分力を入れるときに、そ、打つときに力を入れるわけじゃん、ってことは 毎回こういう感じになってると思うね、はいはいはい、毎回こういう感じになってる、はい、これって どっちかといったら、まあ、自分でこう動作をぶらしちゃってるじゃん。わかる。だからそのうまく握れたりこうフィーリングが良かったらいいと思うんですけど、細い、はい、細い、例えば太いグリップとかだと、ちょっとこれがね太かったと思うんで、これ太い、ちょっと太めなんですけど、はい、太いとこの今言ったこの部分がさっきよりなくなりますよね。さっきなくなる。だからこうそのままいけるっていうのが太い方のメリット。細い方は言ったらこうなんていうのかな、太いグリップよりもしなりますよね。しなる。こう自分からこういう風に力を入れられるわけだから、ラケットはよりしなります、はい、太いラケットより、あ、太いグリップよりね、はい、うん、だからそういうのは、まあ、人それぞれ好みがあっていいんじゃないかなと思いますけど、当時なんかは僕なんかに関しては、まあ、ちょっと太いグリップを使うときはシングルスのとき、細いグリップを使うときはダブルスのときとかっていうのをうまくちょっと使い分けた時期もありましたけど、はい、最初それも面倒くさくなり全部両方とも細いグリップになったと思うんですけど、はい、僕の重視してるのは細い太いというよりもこのグリップの長さですね。長さ、グリップの長さ、シングルスの時多分イメージあると思います。ちょっと僕短めに巻いたと思います。タオルグリップですよね。はい、はい、でダブルスの時は多分これぐらいまで、うん、なんでかというとダブルスの時はやっぱここ使うんですよね。使いますね、うん、使うんでグリップの長さは調節しましたね。シングルスの時はあんまここ使わないんで、全部大体ここでやるんでね、はい、うん、だからそういうのはあったと思いますけど、グリップの太さはもうそれはもう人それぞれでいいと思いますけどね。それ元グリップ剥がしてます？元グリップは剥がしてますね、僕の場合は。じゃあ結構細いですね。結構細いですね。でこれグリップってやっぱり技術が結構重要で、はい、アンダーラップを日本人の人が巻くと思うので、はいはいはい、あれ基本外に巻かないから、もう木に巻くってことですか？なんか木の上になんかテーピングを巻いたりして、その上に巻いたりしてるね、みんな。あ、痛そうですね、それ。この日本人はみんなアンダーラップを結構巻く人多いと思う。アンダーラップを巻く技術ね、はい、結構重要。みんなケツに巻きますよね。だし、こう、うまくこう巻けない人って巻けないから、うまく巻けない人の特徴っていうと、めっちゃふわふわになっちゃう。こう、うまくこういう風にこう握った時にふわふわ感が出すぎちゃうとあんまり良くない。まあそういうの関係なしに、こう握ん、やっぱりこれ言うことを聞かせるためにグリップ巻いてるんで、はい、うん、言うことは、グリップを巻かないでこれが言うことを一番聞くので、グリップ巻く必要ないんで。だからその言うことを聞かせるために巻いてるので、これで結局、まあ、極論はこれ言うこと聞けば何でもいいです。太かろうが細かろうが、例えばこの長さが長かろうが短かろうが別に何でもいいです。僕は何でも、もうそれは個人で決めてもらったりと思います。でも僕なんかに関しても最初からこういう今言ってた話になってたわけじゃなくて、はい、常にこう自分に合うのはどれかなと試行錯誤しながらやってました。